皆さん、こんばんは、マーティン。ではの野球ボーイ、キングトクです。無名投手から有名な投手に変わった選手、その中で、浅尾拓也選手ご存知でしょうか。浅尾拓也選手、2011年、驚異的なホールド数すごいし、登板数も多いですね。あの時は、本当にすごかったですし、もう感動したプレーですし、安定してました。ただ、2012年頃は、まあ、出場機会が少なく、怪我の影響でも、大変なものでございます。まあ、前からも、無名の選手だけども、有名な選手は2011年頃に有名になったそうでございます。まさにオールスターです。浅尾岩瀬という、セット、リリーフ、強力リリーフは本当にすごかったです。というわけで以上です。バイバイ。